よく参りましたわね、ボンクラナース。今日という今日こそ長年にわたる勝負決着つけて差し上げるでございます。違うのでございますですわ。今日こそあなたを倒し、我が家の下っ端メイドとして一生こき使って差し上げますわ。今日はいつも以上に気合が入ってるのに、気をつけるのによ。ちょっとね、やれるもんならやってみそう。いでよ、マジカルドリーム。武器の使用とは卑怯でございますわ。とりあえず私の勝ちということでございますわね。ついにこの時がやってまいりましたわ。さあ、もう一回お待ちなさい。今日から私マジカルメイド小よりさまの天下でございますですわ。
がすがしい朝でございますわ。さあ、今日も張り切って世界中にウイルスを撒き散らすに行くでございますわ。ですがその前に、あのおポンチメイドの働きぶりでも拝見させていただきましょうか。おはようでございますですわ。真面目に働いていらっしゃるかしら、ボンクラメイドさん。誰がボンクラだ。くそ、どうしてあたしがこんな目に。あたしは愛と正義のマジカルナースコムニちゃんだぞ。おだまりなさい。所詮あなたは負け犬。約束通り、我が家でメイドとして働いていただくでございますわ。それにしても、やはりサイズが合わなかったようでございますわね。胸のあたりがブカブカですわ。うるさい。父ばっかでバグったって自慢になんないんだから。運動な方に燃えるマニアックな方もいらっしゃいますのにね。やんだぞ。にゃこうなったら、もう一度勝負だ。ちょっと待った。この声は、私のためにきりきり働いていただくでございますですわ。おえ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 。じゃあまずはどの仕事からやってもらおうかしら。
始まる。なんとかならないのかにゃ。無理だ無理。ホムリちゃんは皮下脂肪が少ないからそもそも弱いもんね。あ、そっか。で、それは私が貧乳だって言いたいのかこら。むやっ、誤解無理。僕は何にも言ってない無理よ。次はどの仕事やらせる？うわ、すっごいホコリ。何年前から掃除してなかったのよ。こんなになるまで掃除してなかったとは。あのタヌキメイド、結構ズボラですな。むぎー、クモの巣に引っかかったむぎー。助けてむぎー。はいはい、もうあちこち動き回っちゃダメだぞい。でも小麦ちゃん、こういうところに来るとなんか妙にワクワクしないかむぎー。え、なんで？ほこりの匂いのする薄暗い密室、ちょっとしたアクシデントで閉じ込められた男と女。どうしよう、このままじゃ外に出られない。仕方ねえ、助けが来るまで待つか。寒い。口悪いな。麦丸だ。わしゃこの日をずっと待っとったんじゃい。勝手に変な妄想するな、このエロバカウサギ。あんたは外出てろ。チッ、ユーモアが足りない麦ね。わかった麦、外で他のメイドさんと戯れてくる麦。あれ、どうしたの？外から鍵がかかってる麦。なんでなんで？まったくもう、誰かしら物置の鍵を開けっぱなしにして。ちゃんと鍵はかけておかないとダメよね。でも、鍵はかけたし、もうええ！もう安心ね。それじゃ、行きましょう。ってこら！どう考えてもわざとだろ！出せ！開けろ！ちょっとしたアクシデントで閉じ込められた二人。え？麦丸、何言ってんの？何？もうええ！
んでもない。働きまくりでもう立てにゃい。萌え、僕もいろいろ大変だった。麦、萌え、このままじゃまずいこともよくわかった。麦、そうだよね。あんな悪党が堂々とのさばるようじゃこの世界は終わりだよ。なんとかしてマジカルメイドを倒さないと世界は悪に染まってしまう。麦、よし、わかった。こうなったら手段は選ばないんだから。萌え萌えも綺麗に咲きましたわね。引き落としてやる。小麦ちゃん、それじゃ本当に悪人。麦、正々堂々勝負しない麦か。あ、正々堂々、なーに寝ぼけたこと言ってるのかにゃ。所詮この世は勝てば官軍、負ければ賊軍、どんな手を使ってでも勝たなきゃダメなのか。だからそれが悪人っぽい。問答無用、ドリエー。まあ、スミレがもう咲いてますでございますわ。しのぶちゃん、誰もいないにゃ。キッキッキッ、この隙に。小麦ちゃん、今度は何するつもり。麦、マジカル調味料。萌え、いろいろと権利関係のうるさい小ネタ。麦ね。で、それは何か。麦、むふふ、たぬきメイドの晩ご飯にこの調味料をちょちょいと混ぜると、あら不思議、インド人もびっくりの超超激辛料理に大変身。お口の中はグレンの炎で焼き尽くされるのだ。萌え、小麦ちゃん、正義のためとはいえそれはあまりにもひどすぎる。麦、うっせい、このまま一生あいつの下で働くなんて、あたしはまっぴらごめんなの。小麦ちゃん、僕はそんな悪い子に魔法をあげたつもりはない。麦、これ以上悪いことをするなら今すぐ魔法を返す。麦、麦丸、僕の知ってる小麦ちゃんは貧乳だけどとっても優しい女の子。麦、萌え萌え、バカなことはやめていつもの小麦ちゃんに戻ってほしい。麦、萌え、そんなに私のこと。麦丸、こうしてやる。ああ、何
しなさい。狭い麦、怖い麦。これで石を乗っけてっと。萌え、これでよし。ごめんね麦丸、あの高飛車メイドをやっつけたら出してあげるからね。さて、あとはマジカル調味料をささっと入れるだけ。キュッ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 、萌え。あら、今日の夕食は特別美味しそうでございますわね。萌え、萌え、誰が作ったのかしら。なかなか見どころがありますわね。萌え、なんも知らんとバカなやつ。さあ、振ってしまえ。ではご褒美に、あなたもご一緒にいかがでございますか。萌え、どういう意味でしょうか。こんな素晴らしいお料理、一人で食べるのはもったいないでございますわ。萌え、萌え、作ったあなたにも特別に食べさせて差し上げるでございますわ。萌え、萌え、結構です。私のような下々のものが小百合様と同席するなんて滅相もございません。はい、遠慮しないでくださいませ。さあ、国分寺メイド隊の皆様、お手伝いして差し上げて。はっ、どうしよう。私の計画を僕が全部話したもぎ。麦丸、超裏切り者。仕方ない、麦、正義の心を忘れた小麦ちゃんよりも小百合ちゃんの方がずっと素敵、麦。萌え、萌え。それに小麦ちゃんと違って父も大きい、麦。萌え、萌え、萌え、萌え。つまりは人望も胸の大きさも私の方が1枚も3枚も上ということでございますわね。
これに懲りたら今後このようなおバカな真似はしないことですわね。というものをよーく教え込んで差し上げるでございますわ。